俺のみたい野球しようぜジャイアンです。おえ今宵はバイオレンス素材さんの方見させていただきます。朝から喉にホコリが入って咳止まんないんですよね。くたばれ。やっぱこの時代はバイオレンスなんですよ。仮面ライダーアマゾンズでも必殺技出すときバイオレンスってなんかピシャーンってやるじゃないですか。それと一緒なんですよ。世の中誰かがバイオレンス背負わないとバイオレンスになっていけないんです。だから僕たちはバイ。ということで早速バイオレンス素材さん見ていきましょう。あ、レッツバイ。3, 2, 1, YO! サンディエゴ。オーケー。バッバッバイオレンス。バッバッバイオレンス。バッ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 バイオマス発電。ということで早速バイオマス発電見ていきます。アフレコバイオレンス素材さんダイソー周辺、パート1。いつも俺、マンジマルさんのバイオレンス素材さん見させていただいてるんですけど、今回別の方のバイオレンス素材さん、お願いします。おい。朝起きたらハゲちまってたんだよ。どうしよう。いや、お前元からハゲてるかな。おーれ。まあ落ち着いて茶でも飲もうや。ありが栃木県どういたし前橋市。この茶の温度は約90度。一気飲みできたら300万円ちょうだい。なんこのカオス空間。なかなか奇妙な夫婦関係ですね。まあね、幸せそうだからいいか。外野がとやかく言うもんちゃいますよ。こういう夫婦の形があってもいいと思います。十人十色、いろはにほへと、幕の下弁当。これが僕のモットーです。おい、庭の地下300メートルに埋めた俺の300万円知らねえか。あら、あれは今朝波平が掘り起こしてたわよ。奴の嗅覚は犬の3兆倍。たったの地下300メートルに埋めたものなんてすぐに掘り起こされるわ。うんち、うんち。なんやこれマジ。いやすごいシュールですね。うんちうんち。バツ。おいこらムラムラしてんじゃねえよ。この年になってもうそういうのはいいんじゃない。心は黒ギャル、ボディはおばさんよ私はもう。ああそうか。まったく本当にあんたは元気ねえ。別にいいもんね。僕もう一人で寝るもんね。いやすねんな。最近は船が全く相手にしてくれんのじゃ。いやマジでストレスでハゲそうじゃ。いや元からハゲてるじゃないですか。汚ねえな飲み方。ビールでそんな音せんじゃろ。そんな音立つビール初めてよ。わしはハゲじゃない坊主じゃ。磯野お前宿題は。クソったれ、昨日の夜やったのによ。それ言うやつ大体やってないわよ。いやそれがほんまやね。おおやっべえ。お前こら何隠しやがった。うわやべえ。ぬぬぬぬ。お前これコンドームじゃねえ。あべやろ。絶対コンドームちゃうて。いや、ちょっと似てるかも。お前これ、コンドームじゃねえか。カツオは生がうめえけど、夜の方は生じゃねえんだな。いや、昔子供できたことあるから、生怖いんすよ。ラジオン、こいつ小5やろ。小5でもう子供できたことあんのか。これが時代ですか。なんか今日もツイッターでアイコス吸ってる小6の女の子出てきましたけど。いや、これ時代ですか。すごいっすわ。小5で子作りか。俺、小5の時何しとったや。おかん離婚してたわ。いや昔子供できたことあるから生怖いんすよ。いいことだ、全校生徒の前で性の授業をしてもらう。だがわしは童貞なのに許せん。この先生童貞しんどいな。マジ月1くらいで風俗行ってそうな顔してますけどね。じゃあこの先生は何が楽しくて生きてるんですかね。小学校の教員で、しかももう結構年食ってんじゃないですか。で童貞ってことはおそらく結婚とかもしていない。いや何が楽しくて生きと。子供を見るのが楽しいのか。あ、ロリコンや。ロリコン、そういうことか。ロリコンショタコンだけど手は出さないっていう、きっしょい性癖持ってるけど犯罪には手を染めないタイプの童貞教師や。きっしょいね。俺は童貞なのに許せん。後ろに立っとれ。八つ当たりで後ろ立たせんなよ、クソ。おい、兄貴。何してんねん、このお砂場ヘッド。いやー、それがよ。何やらかしたんだよ。波平さんにチクるぞ。いや、カバンにコンドーム入れててさ、それが先行にバレちまったんだよ。しかもそれ激レアの 0.001mm。鬼薄、鬼薄いで。0.001mm。いや、0.01mm はよくありますけど、0.001mm。すごい薄いよ。大丈夫なんそれ。タラちゃんも欲しいのかよ。0.001mm 使ってみたいです。あれは激レアの非売品なのによ。兄貴 0.001mm。 40年前こいつらいくつや。わからん、難しいわもう。この動画設定と頭の中がパラドックス。そういやお前欲しがってたもんな。ガキにはまだ早いわ。一皮むけて出直しなさい。みゃい。おいおい、ミスったぜ。授業参観にジジイを誘ったら明らか浮いちゃってるよ。
通におもろいのやめて、普通にサザエさんが面白いのやめてほしい。すごいな、張り切ってるね波平。隣の父ちゃん見てくださいよ、もう若々しい。いや波平やっぱ老けてんな。チーズバーガーにトッピングで桜エビとマックシェイクとポテト L よろしく。ウィお疲れ、今日はマックだぜ。おいやったぜ。誰もお前の分まで頼んだとは言ってない。今日で貴様も終わりだなんてね、おもちゃですよ。なんて言うとでも思ったか、チャカを改造してか。なんかすごいこと起こったよ。なんかすごいことになったよ。こういうパティーンもあるんだ。結構シュールなフォークで進めていく感じやと思ったら、いきなりチャックファイヤー。チャカを火炎放射器に変える、アイディアは悪くないぞいや、やっぱボスを暗殺するのは無理っすね。ボスも舐められたものっすね。火炎放射器の温度は約1000度、髪も乾かせんわい。太陽まで旅行行く人に火炎放射器で攻撃って無理あるっしょ。バカメガネだぜ、ほんと。波平さんにはどうやったら勝てるんですか？無理じゃ、体が粉々になっても10分ほどで再生する。意識外からの攻撃なら再生に30分ぐらいかかるわ。いや、ガンツかよ。こら、誰だ、チャカを家の前に落としたのは。こんなもの近所の人に拾われたらそいつをやるしかないんだぞ。一般人の犠牲者を出さないのが裏社会の掟だっていうことがあったんすよ。パワーむずいわ、なんかもういろいろむずいっすわ。やっぱ常人には理解しがたい内容でありますね。3、2、1、4、股関節 OK! ということで、ありがとうございます。バイオレンスさんでした。バイオレンスカオスオブシュールザーストレーミングって感じでした。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。See you next time. Bye! あたるご外せばしゃぶの味。紙で巻いた。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないと祟られる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。六十円六十円。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメビウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄、いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。タカタカタイガガタガタ抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れられん。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ、まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にかすだって一生懸命生きているんだ。矢にかすなめんなよ。闇神様。